頑張ったね。
みんな、行くよ。どんどん繋げて。私たちの大勝利。
違いさせてやるぞ。終わらせてやる。打ち負かしてあげる。Thank you.
かしな事件のせいでちょっぴり疲れてて。電脳探偵？困った時は相談を？あっていうかお客様にこんな話をしちゃうなんて。仕切り直していいですか？もう一回話しかけてくれたらちゃんとしますからね。くれたんですね。改めまして、私タワレイコって言います。音楽とアニメをこよなく愛するタワーレコードのアルバイト店員です。え？依頼の内容を詳しく聞きたい？わかりました。実は最近店内で微妙ないたずらが多発してて困ってるんです。陳列している CD の位置が変わってたり、怪しげな自作風 CD が勝手に並べられたりしていて、あまりにも微妙すぎて警察も取り合ってくれないし、気になって夜も眠れず少し疲れちゃって、誰が何のためにこんな微妙ないたずらをしているのか調査してください。CD 聞いたんですか？まあ悪くはないですよね。個性的というか独創的というか。え？ひどかった？そうですか。私は嫌いじゃなかったですけど。あ、それで調査の結果はどうだったんです？閉店後の店を調べたい。わかりました。今晩またいらしてください。調査の
夜の店内か。見慣れた場所が普段とは違う景色だとどうにも胸が高鳴る。君のいるタワーレコードを調べてみたのだが、わずかながらデジタルウェーブを探知した。どうやらこの事件にもデジモンが関係しているようだな。 CD のジャケットに書かれていたおかしな記号というのは、ひょっとするとデジ文字のことかもしれない。とにかく店内を注意深く調べてみたまえ。必ず何か痕跡があるはずだ。さあ、電脳探偵さん、準備はいいですか？店長の許可は取っておきました。しっかり犯人を見つけ出しましょうね。お、え、危ないからどこかへ行ってろって。私、あの曲を作った人に会ってみたいんです。だから探偵さんと一緒に探します。いいですよね？ね。これは何ですか？え？何ですか？デジタルシフトって。あら、やだ、こんな夜中に人間がいるだなんて。何、ひょっとして出待ちってやつかしら？あなたたち、あつきのファンなわけね？あつきの歌にしびれちゃってるわけね？あんた分かってるじゃない、本当の音楽というものが何たるかね。そんなあんたはあつきのオンリーライブステージに招待してあげる。さあ、ついていらっしゃい。おかえり。あ、電脳探偵さん。
何よあんた、ずいぶん乱暴じゃない。ちょっとしてあれね、あちきのことが好きすぎて狂信的ファンになっちゃったあれね。その愛情はやがて憎しみに変わり、あちきを独り占めするために命まで奪おうっていうのね。そうはさせるもんですか。あちきはあんただけのものじゃないのよ。みんな行くよ。私もう何が何だかどうしたらいいか分からなくって。えでデジモン、それってあの電脳空間エデンにいるとかいないとかいう。それじゃああの CD もあのいたずらも全部デジモンがやったって言うんですか？いたずらだなんてひどいわ。こんなに CD がたくさんあるんだから、あちきの CD だって売ってくれたっていいじゃない。どうしてどうしてみんなあちきの音楽を理解してくれないの。そんなことありませんよ。確かにあなたの音楽は自分の聴覚を呪うような、五臓六腑を口から吐き出したくなるようなひどい曲かもしれません。でもあの独創的で個性的な響きはきっといつかたくさんの人々を魅了する音楽だと私は思います。新しい表現は受け入れてもらえるまでに時間がかかるもの。諦めたらそこで終わりです。最後まで自分の音楽を信じてください。これ以上微妙ないたずらをしないって約束してくれるなら、店長に頼んで正式に CD をお店に置いてあげます。私があなたのファン1号になりますよ。泣かせること言ってくれるじゃない。ありがとう。
それでそのデジモンの特設 CD コーナーを作ってあげたというわけか。いたずら犯への処置としてはいささか甘やかしすぎな気もするが。そんなんじゃありません。私はエテモンさんのあの曲本当にいい曲だと思ってるんです。世の中にはどんな音楽だってあっていい。あの曲はきっと音楽の可能性を広げてくれる、そんな力があるって私は思うんです。ほほう、店の利益のことだけではなく音楽というジャンルそのものの発展まで考えているとは。さすがは CD ショップの店員、音楽好きの鏡と言って。ノーミュージックノーライフ、音楽は人生の一部ですから。電脳探偵さん、ありがとうございました。これで安心して仕事に戻れます。絶対の品揃えを誇る音楽の殿堂タワーレコードにぜひまた遊びに来てくださいね。最後にしっかりと店のアピールをしていくとは、なかなかに昇魂のたくましいお嬢さんだな。その露骨な昇魂、私は嫌いじゃないのね。どうだ、そろそろ探偵業には慣れてきたかな。なるほど、実感がないか。君にはこれから大いに働いてもらわなくては困る。うちの事務所のモットーは。すみません。うちの事務所のモットーは、来る者拒まず、去る者追わず、働かざる者食うべからず。これは私の父の教えでもあって。ちょっとすみません。新聞の勧誘ならうちは間に合っている。いや、そうじゃなくて。消火器もネット回線もありがたい壺もうちにはもうすべからく揃っている。ここ探偵事務所ですよね。だから電脳探偵事務所ですよね。実は依頼したい仕事か。僕お客です。依頼人です。いらにに、ようこそ信頼と実績のクレミ探偵事務所へ。ご依頼内容をどうぞ。つまりハッカーからデジモンキャプチャーを購入する予定が、逆に電子マネーと激レアデジモンメダルを奪われたと。そうなんです。デジモンキャプチャー安価にてお譲りします。本当最低ですよ。最低な行為です。人のマニア心。そうです、マニア心。マニア心ほど繊細なものがあるでしょうか。手に入れたいものはどんな危険を犯しても、どんな手段を使っても絶対に手に入れたい。あわよくば保存用とか鑑賞用とか普段使い用とか、いくつでも手に入れて大切に大切に愛でていたい。そんな繊細で崇高でちょっぴり切ない大人のマニア心をくすぐって、あんなことするなんて許せない。絶対に許せない。お話は分かりました。つまり奪われた激レアデジモンメダルと電子マネーを取り戻してくれ。電子マネーなんてどうでもいいんです。デジモンメダルさえ、あの子さえ無事に戻ってくれれば。ご依頼承りました。そのマニア心に報いるよう
全力を尽くします。というわけだ。おそらく犯人はメダルそのものが欲しかったのではない。激レアなメダルを換金するのが目的だろう。デジモンメダルを売買している店はこの中野にもあったはずだ。まずはそこを当たってみるのが近道だろう。聞き込む。私はその間にデジモンメダルについて知ら、あいにく私はその種のマニア心は持ち合わせていないのでね。Thank you.
Thank you.
探偵助手、元気にやってるみたいじゃねえか。ん？上城とナイルコープの件はどうなったかって？そいつは目下調整中だ。今回は別件でな。こちらが今回の依頼者、君の友人さくら君の保護者だ。あなたがさくらの同級生の？さくらから話は聞いていました。そうね、あなたになら話しやすいわね。実はさくらが家出してしまったの。最近どうにも様子がおかしくて心配はしてたんだけど。お母さん、様子がおかしいというのは具体的にはどういう？それが部屋を暗くして音楽の映像を見てるんです。朝から晩まで同じものを繰り返し繰り返し。部屋からは出てこないし、学校にも行かなくなって、さすがにそのことを叱ったら家を出て行ってしまったと。そうなんです。それで警察に相談に行ったら、刑事さんにここを紹介していただいて。しかしどうしてわざわざ私のところに？
実は似たような依頼が最近ずいぶん来るんだ。この件となるとどうにも上の腰が重くてな。腰が重い？ああ、家出の原因になったと思われる音楽の映像引っかかったんで、ちょっと調べてみたんだ。そうしたら、説明の手間が省けたみたいだな。最近このジミー・ケンとかいう小僧を率いるハッカーチーム、デモンズの犯罪行為が手に負えなくなってきてやがる。しかもだ、この大掛かりな電波ジャックからして、かなり大口のスポンサーが背後にいると俺は睨んでる。そのせいで警察の腰が重いと。ええ、大掛かりな電波ジャック、大口のスポンサー、警察の捜査の鈍化、神代ですか？確かな証拠はないが、おそらくな。神代ってエデンを運営しているあの？お母さん、娘さんのことはお任せください。我々が必ず見つけ出します。どうか安心してご自宅でお待ちください。さあ、そこまでお送りしましょう。君は又吉刑事から詳しい情報を聞いておいてくれ。神代が絡むとどうしてもな。前に一度俺がやらかしちまったからよ。何より俺が下手に動くと上に潰されるのがオチだ。公務員の苦しいところだな。そこでだ、今回はお前さんの能力に頼りたい。いやいや、話は全て京ちゃんから聞いてる。お前さんにどういう能力があるかってこともな。お前さんが戸惑うのも無理やねえけど、神代の摘発は俺と京ちゃんの悲願なんだ。一丁前に正義ってやつに燃えていた俺から、その理想と尊敬する先輩を奪った。それが神代だ。京ちゃんから聞いてないか？フレミ探偵事務所を開いた俺の先輩で元警官、京ちゃんの親父さんは神代に消されたんだよ。もちろん確実な証拠はねえけど、神代は俺と京ちゃんにとって仇なんだ。どうしても神代の尻尾をつかみたい。ここんとこ活発に動いてる神代とお前さんの能力、今がチャンスだ。俺に、いや俺と京ちゃんに力を貸してくれ。ありがてえ、頼んだぞ若いの。今又吉刑事とすれ違ったのだが、何かあったのか？又吉刑事、熱い人だろ。君の能力コネクトジャンプが犯罪スレスレであることはあの人も分かっている。まだまだ子供の君に頼ること自体本当はやりきれないはずだ。ただあの人にとって神代に迫ることはそれだけ重い課題ということなのだよ。おじさんは本当は私のことも巻き込むべきではないと思って、しかし私自身が、それならばいっそ巻き込んでいった方が、万一の場合に。まったく、ああ見えて熱い人なんだよあの人は。むさ苦しいほどにね。すまない、おしゃべりが過ぎたな。さて話を本筋に戻そう。君は行方不明のさくら君について手がかりを追ってくれ。
どんな小さなことでもいい。彼女が立ち寄りそうな場所を調べて痕跡を見つけ出すんだ。その間に私はジミー・ケントやらのこの不快な映像について調べておく。おおよその察しはついているが、検証を怠ると命取りにもなりかねない。有能な助手を私の怠慢で失いたくはないのでね。ところで、そっか、電脳探偵のお仕事中ってわけね。ねえねえ、虫眼鏡とか声を変える機械とかは使わない感じなの？え、そんなことより。何よそんなことよりって、超自分勝手な感じじゃん。地味犬の PV？あんなやつの PV なんて見るわけないじゃん。だって実物あれだよ。もう思い出すだけで虫唾が走るっていうか、腹綿が煮えくり返るっていうか、体がほてり出すっていうか。え、だってまあほらあれよ、曲自体は嫌いじゃないし。え、体に不調はないかって？そんなの全然ないよ。今日も朝から TQG 山盛り食べたし。え、さくらって知ってるかと。それって熱烈な地味犬ファンのさくらっちのこと？てか知ってるも何も、私友達だよ。ちょっとさくらっちがどうかしたの？ひょっとして家出しちゃったりとか？だって家出する地味犬ファンの子が最近多いんでしょ？なんか噂で聞いたよ。ただの噂だと思ってたけど、本当だったら一大事だね。警察沙汰だよ、警察沙汰。私さっきなんて言った？さっきもそう言ったもん。それでサクラッチがどうしたの？
したんだよこんなところで。けどちょうどよかった。さくらのやつ今どこにいるか知らねえか。いや別に深い意味とかないんだけどさ、ここんとこ様子が変だったし。なに？さくらが行方不明になっただ。ちょっとそれどういうことだよ。詳しく聞かせてくれよ。地味犬の PV？ そういえばさくら、ちょっと前に悪魔巡礼がどうのこうのって言ってた気がするな。悪魔巡礼ってのは地味犬に選ばれたファンだけが参加できる、実際に地味犬に会えるイベントらしい。まさかさくらのやつ、あのバカ、周りはハッカーだらけなんだぞ。そんなとこに一人で行ったら危険に決まってるだろ。さくら今行くぞ、待ってろよ。
クーロンって何度来ても危険な香りがするよね。安心してよ。の電脳空間ならノキアと一緒にいられるからね。アグモン、ガブモン、あんたたちってば本当。ねえノキア、ちょっとあれ。さくらは俺が。おいおい、なんだよ姉ちゃん、こいつの知り合いか。なんてひどいことを。許せない。許せない。へえ、だったらどうするの。やるやるの、やっちゃうの。そうよ、やっちゃうのよね、君。危ないしやっちゃわないよ。ノキアは安全なところで友達が戦うのをただ眺めるだけだよ。え、それって本当に友達なの。はう、はう、う、あ、私ってばなんか待って、 DM。 てか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 、ちょっと僕らの存在が無視ですか。ふざけんなよ。しまえ、オレ！うん、くっかこら！けどこの通りまんまと返り討ちだよ。けどさ、そんなになってまで手に入れたかったデータってなあ。お前にこれを。それがデモンズのアジトだ。きっとそこにさくらも。あっかん。ちょいと無茶しちまった。
アカウントがボロボロだぜ。けど俺のことはいい。早くさくらを見つけ出してくれ。ガハキ、あとは任せた。ねえムキヤ、どうしてあんなに盛り上がってるの？それはね、彼らが思春期真っ只中だからよ。思春期真っ只中？青春一直線とも呼ばれているわ。青春一直線？それって前に言ってた中二病とは違うの？そうね、似てるけど。中二病があれやこれやでジョグレス進化すると青春になるの。よくわかんないけど人間って面白いね。うん、そうよね。君の実力を見せてよ。
目クジラだからアイフォエールとかって殺風超絶
の魅力だけを映し出すカメラだけど、街とかで流れてた映像は PV だったのに。ライブはな、生で聞かねえと意味ねえんだっつーの。この悪魔のわら人形たちはよ、 PV の魅力に疲れてここまで聞きに来たのさ。今によ、もっともっと大勢の悪魔のわら人形がよ、俺何言ってんのよ。この子たちがここにいるのはあんたの PV に込められたサルモネラ効果だってネタは上がってんだからね。あー、なんだよその効果は。それ言うならサブリミナル効果じゃねえ。そう、それよそれ。マグモン、ガブモン、そのカメラ、こっ。信じらんねえ。 UFO愛ぶっ壊してんの。それはあの人が俺っちにくれたんだぞ。大事な大事なスイートメモリーなんだぞ。あの人が俺様の曲をもっと大勢の人間に聞かせるべきだって言ったんだ。あの人が俺様はもっと人気者になるべきだって言ったんだ。あんたのその失敗した歌舞伎役者みたいな顔をこれ以上お茶の間にさらすわけにはいかないわ。した歌舞伎役者だ。ああ、それかなんか有名なバンドのパクリでしょ。アメリカとかイギリスとかなんかそっちの欧米的な方面の。確かリップだかキックだかルージュだかベージュだか。ああ、パクリなんかじゃねえし、許さねえ。いや許せねえ。今度こそ絶対に容赦しねえ。アグモン、ガブモン、準備はいい？今度はみんなで友達を助けるのよ。え、けどさっきは。すっきゃりゃー、ソウルライブの終幕だ。はずでは。
まだまだ。情けない姿どすな。バッチはそもそもアンさんみたいなパチモンを使うこと自体反対だったんどす。ちょっぱ、こういうの汚
い花火って言うんでしゃろうな。ちょっとあんた何してんのよ。これから私がいろいろ問い詰めてやろうと思ってたのに。深入りは禁物どす、不細工なお嬢はん。細くなくせに無駄に勘のええお嬢はんどすな。その減らず口塞いだります。遊んであげます。それくらいにしておけ。あきまへんあきまへん。こないな程度。このドブスなアホ娘には全然答えてまへんわ。やめろと言っている。それとも君まで僕に逆らう。ちゃいます。そんなわけあらへん。いけずん言わんといて。今回のこと僕の不始末だ。すまない。彼は純粋に客を呼びたくて電波ジャックという方法を使ったんだ。神城の連中にそそのかされてね。神城？それじゃあ結局あの男も神城の駒の一つに過ぎなかった。それらのアイディアを吹聴したのがおそらく岸辺リオ。電波ジャックを可能にするプログラムを渡したのも彼女だろう。それじゃあそのことを地味犬に証言させれば。それはできない。なぜなら彼はあくまで彼の意思で行動していたんだから。5歳人で少女たちを操っていたように彼自身も巧みに操られていたんだ。てかユーゴ、君はどうしてそんなこと知ってるわけ？不細工なお嬢はん、言いましたやろ。深入りは禁物どす。君の端末に現実世界の少女たちが集められている場所の位置情報を送っておく。後始末をさせてすまないが、よろしく頼む。行こう。わっちは弱いもんと不細工なもんが好きで好きで仕方おまへん。壊しとうてたまらんくなるんどす。次終わったら手加減しまへんで。なんなのあの女。ユーゴといい神城といい、なんだか複雑なことになってきちゃったね。地味犬の悪魔巡礼のみんなを助けに来たんだった。サクラッチ、ポメラニアン効果のみんな大丈夫？
なるほど。では無事にサブリミナル効果で洗脳された連中を助け出せたわけだ。けど入院だなんて。心配することはねえ。交際民の味なんか専門家ならすぐに解けるはずだ。それより君の方こそ大丈夫なのか。ハッカーたちに手ひどくやられていたそうだな。俺は全然大丈夫だ。そんなことより俺さくらんとこ見舞いに行ってくる。やっぱりどうしても心配なんだ。春が青いな。さてと事件の核心部分について聞かせてもらおうか。うん、君たちの報告をまとめるとつまりこういうことになる。しかし一連の事件全ての背後に神代があったとすると、その目的は一体何だ。我々は何かを見落としている。それともこれから我々の前に姿を現すのか。情報の少ない今の時点で結論を出すのは危険か。見落としているのか、これから現れるのか、2つの可能性に留意し調査を進めていくことにしよう。今回はご苦労だったな、白峰ヌキア。君にも礼を言っておこう。はい。ねえ、ちょっといいかな。外で話したいことがあるんだ。外で話したいことがあるか。これも春の青さですね。それはそうと、おじさん、例の神代とナイルコープの一件、何か進展は。まあそう焦るな。今慎重に外堀を埋めてるとこだ。せいてはことを子孫じるですね。あのね、私あのハッカーたちのこと絶対に許せない。あんなに可愛らしいデジモンを手足のように奴隷のように好き勝手使うなんて。それにデジモンたちが哀れで不憫でかわいそうで。実は私、君のこと見てたら自分も何か行動しなきゃダメだって思ったんだ。ただ見てるだけじゃダメなんだって。こんな私にも何かできることがあるはずだって。今は具体的に何ができるかは思いついてないけど、ひらめいたら真っ先に君に知らせるから楽しみにしててよね。よーし、やるぞ。私のエルカワボディに秘められた力を最大限に引き出すの。白峰ノキアファイアー。
Thank you.